母親にで、かわいいな。いとこの子供を前にした時にしては、大げさな反応で、ケンジは赤ちゃんをめでる。ああ、ちっちゃくてプニプニして、天使だな。ほっぺたをつついたり、小さな手の中に自分の指をすり込ませたり、抱っこをして頬ずりをしたり。それはそれは、我が子を愛しむような素振りを見せるものだから、この場にいた全員があっけに取られていた。しかし私は、この微笑ましい光景の中で、じっとケンジのことを観察していた。ケンジがどうしてこれほどまでに他人の子供に興味を持っているのか、私にははっきりと原因が分かっていた。そう？あんたにそっくりよ。パパになった感想はどう？は？私の発言にギフが目を丸くする。ちょ、お前何言ってんだ？寝ぼけてんのか？これだから出来損ないの看護師は。ケンジは慌てた様子もなく、いつものように私を罵った。だが私はもうケンジの言い分に丸め込まれたりはしない。これまで私をバカにしてきた恨みを晴らす時が来たんだわ。私の名前は藤原咲。32歳で看護師として働いている。夫であるケンジとは半年間の交際を経て1年前に結婚した。ケンジは私よりも2歳年上で、私が働いている町で医者をしている。ケンジの父親が開業した医院で、ケンジとケンジの弟の修二も医者として働いているのだ。義父は将来ケンジに病院を継がせようと考えているようで、病院の経営に関する重要な計画はいつもケンジと一緒に考えているようだった。私がケンジと交際を始めたのも義父からの勧めだった。当時は義父ではなく上司であった義父から、ケンジのことを真剣に考えてやってくれないかと相談を受けたのだ。そのちょっと前に義父と飲みに行った際に、私が結婚願望があるということを義父に伝えていたためだろう。ケンジもその時31歳といういい年齢になっており、義父としてはこの先病院を一緒に支えてくれるお嫁さんが欲しいと思っていたのかもしれない。私はしばらく迷ったものの、まずは交際の意思は関係なく、食事に行くところからならと義父に提案してみた。義父は喜んで食事の場をセッティングしてくれて、私はケンジと二人きりでご飯を食べることに。ケンジとは仕事上の付き合いで最低限の会話しか交わしたことがなかった。そもそも医者に対しいつも小難しいことを考えているのではないかという偏見があり、仕事に関係のない会話は控えるようにしていた。しかしケンジは思ったよりも自ら会話を進めてくれる人だった。最近ハマっている漫画や小説の話には馬が合うと感じたし、ケンジの方も私と話している最中は終始顔をほころばせていた。後日再びケンジからデートに誘われ、病院が休みの日に二人で映画を見に行った。決して口数が多い方ではないが、ケンジは私と気が合うと思ってくれたらしく、その日の別れ際には告白をされ、私たちはあっさり交際をすることになった。激しく燃えるような恋をしたわけではない。ただケンジといれば将来安泰だし、同じ業界の人間であるので、お互いの仕事の大変さを分かち合える良きパートナーになれると思っていた。ケンジと交際を始めて半年後、私たちは見事ゴールインを果たした。結婚式には親戚と友人、病院の同僚たちを招待し、盛大な式となった。結婚式にゲストとして呼んだ友人たちからは、御曹司の医者と結婚できるなんて羨ましいと羨望の眼差しを向けられた。私は決してケンジが委員長の息子だという理由で結婚したわけではないが、将来が安泰だということには
私も私の両親も皆一様に喜んでいた。ケンジとの結婚生活は初め順調に進んでいたように思う。ケンジはあまり家のことをしたがらないので、私は一人で家事を担っていた。ケンジは医者なので診療が長引いて帰宅するのが遅くなることもあり、定時で帰れる私は忙しいケンジのために頑張ろうと息巻いていたのだ。結婚してから分かったことだが、私はどうも家事をするのが好きだった。今までは自分一人のために家を掃除したり、美味しいご飯を作ったりするのが億劫だったが、ケンジのためだと思うと精が出た。しかしケンジは未だかつて私の作った料理を美味しいと言ってくれたことはない。もともとあまり他人を褒めない性格なのはわかるが、少しくらいいたわってくれてもいいのに、とちょっとだけ不満に思っていた。それでも私は平穏な新婚生活を送れるようにひたすら努力して家のことをこなしていた。結婚して3ヶ月が経った頃、私の元に一本の電話がかかってきた。もしもし、サキ？ユーナじゃない、どうしたの？電話をかけてきたのはいとこのユーナだった。私より4歳年下で、小さい頃は近所に住んでいたこともあり、昔からサキサキと実の妹のように甘えてきていた。大人になってからは交流が減ったものの、私の結婚式の時に久しぶりに再会したのだ。ユーナには私と同い年のユウヘイという夫がいる。ユウヘイは優秀な弁護士で、初めて紹介された時にはいかにもユウナが選びそうな男だと思った。ユウナはとても美人で、結婚式でもゲスト席でかなり目立っていた。私の友人たちは、あの美人は誰？と囁き合っていたようで、後からいとこだと告げるとみんなびっくりした様子だった。私は地味で平凡な顔をしていたから、いとこのユーナが美人であることにみんなが驚いたのだとわかり、ちょっとだけムッとした。でも主役は自分だと言い聞かせ、その場をやり過ごしていたのだ。そんなユーナだが、一体どうしたんだろうか、私は気になって聞いた。実はね、今病院を探してて、風邪をひいただけなんだけど、ここのところ長引いてて気になってたの。ほら、ケンジさんとサキの病院あるでしょ、今度診察お願いしてもいい？診察？それなら全然大丈夫だけど。なんだ、そんなことかと肩すかしを食う私。ありがとう、じゃあ明日にでもお邪魔させてもらうわ。風邪をひいたという割には元気な声をしていたので、私はユーナが本当に風邪をひいたのか、はたまた何か別の症状があるのかと疑問に思った。だがこの時はちょっとした疑問を抱くだけで、まさかこの時の電話が私たち夫婦の日常を脅かすことになるなんて夢にも思わなかった。ユーナは約束通り翌日に病院にやってきた。アラサーとは思えないほど短いスカートに肩が出るニットを着ている。風邪をひいているというのにそんなに露出して大丈夫なのだろうかと少しいぶかしんだ。月曜日の午前中ということもあり、院内は混んでおり、1時間くらい待たせる羽目になったが、そんなことはお構いなしというふうにスマホをいじりながらユーナは待っていた。やがてユーナの診察が巡ってきて、お昼前の患者もそこで一区切りとなった。12時には休憩に入るため、私は受付で午前中最後の診察が終わるのを待っていた。だが待てど暮らせど、ユーナは診察室から出てこない。何か問題でもあったのかと医者であるケンジにお伺いを立てようと席を立ったところで、ようやくユーナが診察室から出てきた。お疲れ様、どうだった？季節の変わり目で風邪ひいただけみたいだって。風邪薬だけで済んでよかったわ。そう言いながらお会計を済ませるユーナ。ただの風邪で診察に30分もかかるものなの？
風邪は普通なら5分とかからない診察だ。しかも診察室から出てきたユーナは妙に顔が赤くなっており、私はユーナが風邪だと嘘をついているだけで本当は何か大変な病気なのではないかと疑いさえした。本当に大丈夫？顔が赤いけど。え？そう？ちょっと暖房が効きすぎて暑かったんだわ。涼しげな顔で答えたユーナは、さっきまた来るわねと明るく言い残して去っていった。その日の夜、私は今朝の診察で気になっていたことをケンジに聞いてみた。今日さ、ユーナが来たでしょ？あ、ユーナって南ユーナのことね。私のいとこなの。ずいぶん診察が長かったみたいだけど、何かあったの？私がそう聞くと、ケンジは少しだけ眉をピクッと持ち上げた。特に変わった症状はなかったんだけど、風邪に効く食べ物や対策なんかをいろいろ聞かれてね。それで長引いたんだ。なんだ、そうだったの。淡々とそう言い捨てて自分の部屋へと戻っていくケンジ。それにしてもいくら質問攻めにされたところで30分は長すぎやしないかとやはり疑問だったが、ケンジは家で仕事の話をするのを好まない。私はこれ以上ユーナのことで彼に質問するのはやめにした。けれどこの時の私のちょっとした違和感は1週間後に再びユーナが病院を訪れてからどんどん膨らんでいった。ユーナはまだ風邪が治っていないと言いながら受付を済ませ、長い待ち時間も厭わずに病院に何度か通い続けた。どの診察の日もやはりユーナの診察時間は長く、名前を呼ばれてから40分も出てこないこともあった。そんなことが続いたので、ユーナの順番はあえて昼休憩の前の最後のタイミングにしていた。ユーナもそのことは承諾してくれて、後から受付を済ませた患者さんを先に通しても何一つ文句は言わなかった。そうしてユーナが合計5回ほど病院に姿を現し、私はとうとう大丈夫かと心配になり始めていた。そろそろ薬が効いて治っていてもおかしくないのに、ユーナは何度も病院を訪ねてくる。治らなければ大きい病院を紹介する必要が出てくるので、私はそれとなくユーナに症状を伺った。ねえ、本当に大丈夫なの？もし悪いようなら大きい病院を紹介するよう先生に頼むわよ。私がそう告げると、ユーナの顔がさーっと青くなるのが分かった。紹介なんてやめてよね。私はこの病院が一番通いやすくて診察にも満足してるの。いくらいとこだからって話を大きくしないでちょうだい。ピシャリと怒ったような口調でそう言われた私は、突然のことでびっくりしてしまい、なんと答えたらいいのかわからずに固まっていた。その隙にユーナは、また来るわと言って颯爽と去っていく。私はあっけに取られ、その日は一日中ユーナのことが頭から離れなかった。きっとユーナは何か隠し事をしているのだ。私には言えない秘密がある。だからこそ私が少しユーナのプライベートな問題に介入しただけであんなに声を荒げたのだ。私はいよいよユーナのことを怪しく思い始めていた。ケンジの様子が豹変したのもちょうどその頃だった。今まで家のことは私が全てやっていたが、ケンジは私の家事に文句をつけるようになった。おいサキ、俺の食器が汚れたままじゃないか。ああ、本当ね。ごめんなさい、すぐに洗い直すわ。くそ、適当に家事しやがって。洗い終わった食器に少しだけまだ汚れが残っているのを見て、ケンジは必要以上に私を怒鳴った。ちょっと、そんなに怒ること？うるせえんだよ！看護師が医者に立てつくとはどういうことだ！家庭のことなのに突然医者と看護師というワードが出てきて、私は心底驚いた。今まで家の中で
仕事の話をしたがらなかったのはケンジの方だ。それなのに医者という立場をいいように使うなんて反則ではないか。私はそうケンジに反論をしたかったが、いきなり私に冷たく当たるケンジの気が知れず、今日は機嫌が悪いからそっとしておこうと、それ以上は言い返すことができなかった。しかし私の予想に反してケンジの機嫌が良くないのはその日だけではなかった。ケンジは私が部屋やお風呂掃除をした後にまだ汚いと文句を言い、作ったご飯はまずいと吐き捨て、洗濯物はシワが寄っていると突き返された。そんなに気に食わないなら自分でやればいいじゃないと言うと、看護師のくせに生意気だぞとまた私を下に見るような発言をしてきた。私は不本意だと思いつつも、言い返せば言い返すほど私の尊厳を傷つけられるような気がして、やっぱりそれ以上言い返すことができなかった。その後のケンジも顔を合わせれば私への不満ばかり。まだ結婚して1年も経っていないのに、どういう気持ちの変化なのだろうか。私が何か彼の気に触るようなことをしたかと思い返してみるも、何も心当たりはない。もしかして、私は一つの可能性に気がつき、はっとした。もし私の考えていることが本当だとすれば、私は背筋に冷たい汗が伝うのを感じた。このままケンジのことを放っておくわけにはいかない。私は次の日からとある行動を開始し始めた。ユーナから子供ができたと連絡を受けたのはちょうどその頃だ。おめでとう、よかったじゃない。ええ、また生まれたらみんなに報告するね。ユーナからの嬉しい知らせに私の方がテンションが上がっていた。妊娠したユーナはなぜかその後もうちの病院に通い続けた。妊娠したのだから行くべきところは産婦人科のはずだが、まだ体調が悪いと言ってやってくるのだ。またなぜかこの頃からケンジの診察の時にユーナ以外の患者さんも診察時間が長引くことが増えた。特にお年寄りの方の診察時間が必要以上に長くなり、そのせいで受付が患者でごった返していた。患者から待ち時間が長すぎると文句が飛び交い、一度委員長である義父からケンジに注意をしてもらった。だがケンジは叱るべき診療をしているだけだと主張し、文句があるなら患者の方が別の病院に行けばいいと冷たく言い放ったのだ。私はさすがに言い過ぎではないかと思ったが、最近のケンジの様子を見るに、私がケンジに仕事のことで注意をすればケンジの神経を逆なですることになると思い、ケンジの診療時間の件は義父に任せることにしていた。ケンジとの夫婦生活の歯車が狂い始めてから約8ヶ月、ユーナからとうとう赤ちゃんを出産したという連絡を受けた。ユーナの出産報告になぜかケンジはとても嬉しそうにしていた。私の前では笑顔なんて浮かべないくせに、他人の子供が生まれたという報告には喜ぶのかと嫌味を言いたくなる。めちゃくちゃめでたいじゃないか、早く会ってみたいな。珍しくテンションが上がっている様子のケンジ。私は、落ち着いたら会いに行きましょうよ。そうそう、私の両親やお父さんたちも呼んでみんなでお祝いに行きましょうと提案した。そうだな、一刻も早く会いたい。いつになく感情をあらわにするケンジを私は冷めた気分で見つめていた。それから1ヶ月ほどして、ユーナが赤ちゃんのお宮参りを済ませたということだったので、日曜日に親戚一同でユーナの家にお邪魔することになった。集まったのは私の両親とユーナの両親、ユーナの夫の雄平の両親、それからケンジの両親だった。大勢で押しかけて申し訳ない気持ちはあったが、ユーナも赤ちゃんをみんなに見せたいのか喜んで全員を家にあげてくれた。雄平さん、ごめんなさいね、みんなで来ちゃって。
いや、むしろありがとうございます。私は幽閉と意味深に挨拶を交わすと、みんなで赤ちゃんを囲んでご飯を食べる準備をした。食事の用意が整い、席に着くまでの間、ケンジはずっと赤ちゃんのことを見ていた。そしていざみんながご飯を食べ始めると、一人だけ終始赤ちゃんの方にばかり気を取られていた。赤ちゃんは女の子で、小さくてほっぺたなんかプニプニで、確かにとても可愛い。私を含め全員がとろけそうな笑顔で赤ちゃんを見ていたが、中でもケンジは並々ならぬ思いで赤ちゃんの方へと寄っていった。うわぁ、軽い、柔らかくて触り心地もいいな。ユーナや幽閉の断りもなく赤ちゃんを抱っこするケンジ。まだ首も座っていない子なので、私はケンジが赤ちゃんを落としやしないかとヒヤヒヤしていた。幽閉も同じだったようで、ケンジの行動をじっと見つめている。ユーナだけはあまり気にならないのか、特になんともないというようにケンジのことを黙認していた。母親にで可愛いな。いとこの子供を前にした時にしては大げさな反応で、ケンジは赤ちゃんをめでる。ああ、ちっちゃくてプニプニして天使だな。ほっぺたをつついたり、小さな手の中に自分の指をすり込ませたり、抱っこして頬ずりをしたり、それはそれは我が子を愛しむような素振りを見せるものだから、この場にいた全員があっけに取られていた。しかし私はこの微笑ましい光景の中で、やはりじっとケンジのことを観察していた。ケンジがどうしてこれほどまでに他人の子供に興味を持っているのか、私にははっきりと原因が分かっていた。そう？あんたにそっくりよ。パパになった感想はどう？は？私の発言にギフが目を丸くする。ちょ、お前何言ってんだ、寝ぼけてんのか、これだから出来損ないの看護師は。ケンジは慌てた様子もなく、いつものように私を罵った。赤ちゃんに向けていたものとは打って変わって、人を小バカにするような口ぶりに、私とユーナ以外の全員が驚いている様子だ。だから私はもうケンジの言い分に丸め込まれたりはしない。これまで私をバカにしてきた恨みを晴らす時が来たんだわ。お言葉だけど、あなた出来損ないって言われるのは心外よ。出来損ないの医者はあなたの方なんだから。私の強気の物言いにケンジは目を丸くした。突如始まった夫婦喧嘩に親戚一同固まっている。この場の展開を知っている私と、それから事前に今回の件について相談をしていた幽閉だけは、毅然とした態度でケンジのことを見ていた。は？マジで何なんだよ。いきなり突っかかってきたのはお前の方だろ。反抗的な言葉の裏にケンジが動揺しているのがうかがえる。ケンジの態度を見て私は確信することができた。いいえ、先に不誠実なことをしたのはあなたの方です。その赤ちゃん、本当は幽閉さんの子じゃなくてあなたの子供なんじゃないの？幽閉さんはね、不妊症なんですって。だからそう簡単には子供ができないはずで、しかも心当たりがないタイミングだったからびっくりしたそうよ。はあ、不妊症なんだって。ケンジがすっとんきょうな声を上げる。それもそのはず、ケンジの中ではユーナの子供はもちろん幽閉との間にできた子供だとする筋書きだっただろうから、この事実はケンジの計画を狂わせるのに十分な内容のはず。そうなんだ。だから俺もユーナには申し訳ないと思いながら生活していた。予想外のタイミングでユーナから子供ができたと言われて、正直俺は喜ぶことができなかった。それどころか本当に俺の子供なのか常に疑っていたんだ。幽閉が疑念の声をユーナの方に向ける。ユーナは幽閉のことを騙せていたという自負があったのか、幽閉が自分のことを疑っていたと聞いてはっと息を呑んだ。私もユーナの行動はずっとおかしいと思ってたの。
風邪だと言ってうちの病院に何回も来ていたけれど、毎回そんなにしんどそうには見えないし、診療時間が他の人に比べて異常に長くて、一体どんな診察をしてるんだろうって気になってたわ。ねえ、ユーナとケンジさん、あなたたちは診察室で何をしていたのかしら。私は鋭い眼差しで二人を見つめる。ユーナは、と分かりやすく目を泳がせた。そんなの、普通の内科の問診とか、鼻や耳の検査に決まってるだろ。ユーナの方が、どうやったら風邪が治るかって詳しく聞いてくるから、長くなっただけだって、前にも言っただろ。逆ギレしたケンジが大声を張り上げる。しかし私は、ケンジがユーナのことをユーナと呼び捨てしたことをしっかりと耳に焼き付けた。ケンジは後から、しまった、というふうに口をつぐむ。だがもう遅い。この場にいる全員が、妻のいとこであり、患者である人のことを、下の名前で堂々と呼び捨てにしたことを、はっきりと聞いてしまった。はあ、どうやら自分で認める気はないようね。それならもうこれを見せるしかないわね。私は自白をしないケンジやユーナの粘り強さに呆れつつ、カバンの中から大きめの封筒を取り出した。なんだよそれ。まじまじと私の行動を見つめながらケンジが問う。私はそれには答えずに封筒の中から分厚い書類の束を取り出した。あなたが罪を認めようとしないから、こんなものを皆さんの前でお見せしなくちゃならなくなったわ。これ、あなたがユーナと浮気している証拠よ。探偵に調べてもらったの。あなた、ユーナが病院に通い出してから、私に対する態度もおかしくなっていったでしょ。家事に文句はつけるわ。看護師のくせにと馬鹿にするわ。とてもじゃないけれど、愛する妻に取れる態度じゃないと思った。ユーナが病院で何度も診察を受けるのを見て、私はずっと疑ってたのよ。探偵に調べてもらったら、すぐに結果が出てきたわ。これだけ証拠があるんだから、もう言い逃れできないわよ。私は、ケンジの鼻先に、探偵によって調べ上げられた浮気の証拠の数々を突きつけた。ケンジがプライベートで、ユーナと一緒に腕を組んで歩いているところ、ユーナが、友人と浮気していることを話したメッセージのやり取りなど、二人が浮気をしていると立証するには十分なものばかりだった。私が探偵を使って浮気調査をしているなど予想もしていなかったのか、ケンジはそれらの証拠の数々にぎょっと目を見開いている。ユーナの方も、何よこれ!と真っ青になりながら証拠の書類を投げ捨てた。親戚たちが複雑な表情を浮かべて二人のことを見ている。中でも義両親は怒り心頭といった様子で拳を握りしめていた。あんた一体何をしてるの?ケンジ、お前はなんてことをしてくれたんだ。よりによってサキさんのいとことそういう関係になっているなんてけしからんやつだ。職権乱用してこそこそ浮気をしていたなんて医者として恥ずかしいとは思わないのか。義父にしてみれば、ケンジが浮気をしていたことはもとより、病院という神聖な職場において、患者とそういう関係になっていたことが一番許せないことなのだろう。ケンジは怒りをあらわにする両親のことを見つめながら、二の句が告げないでいる。その場で土下座でもするのかと思いきや、しばらくしてケンジが口を開いて放った言葉は、信じがたいものだった。は?何言ってるんだよ。さっきも親父たちも俺が悪いって言いたいのかよ。俺はな、ユーナに迫られたから仕方なく従うしかなかったんだ。患者の言うことだから無限にできないことユーナは利用したんだ。だから悪くない。怒るのはユーナだけにしてくれ。この後に及んで、私や幽閉への謝罪よりも自分の身の保身に走るケンジを見て寒気がした。さらに、ユーナだけを悪者に仕立て上げようとするところも、性格の悪さがにじみ出ている。ユーナは、裏切られた気持ちだろう。ケンジの放ったセリフを聞いて、とっさに驚いて口を開いた。
あんた何言ってるの？確かにさっきの結婚式の時にあんたのことがいいなって思ったのは事実よ。わざとあんたの病院に行ったのだってあんたに会いたかったから。でも私がちょっと迫ったらコロッと気持ちを向けてきたのは誰よ。あんたの方も冴えない咲より美人で若い私の方が良かったんでしょ。言ってたじゃない、咲との結婚はお父さんから結婚をそそのかされて仕方なくしたって。本当は私みたいな美人と結婚したかったんだって。そんな風に言ってくれる人なんてあなたぐらいしかいなかったから私はあなたを好きになったのに。雄平さんは仕事ばっかで私にはあんまりかばってくれないし、それなのにどうして今更私を裏切るのねえ。とうとう本性を表した優奈が反狂乱になって叫ぶ。うるせえ、お前はちょっと強引すぎたんだよ。お前にはちょっとした気の迷いで気持ちが揺らいだだけだ。そう言いつつもケンジが本当にユーナの方を好きでいるのは先ほど自分とユーナの子供を愛おしそうに眺めていたことからも明らかだ。私はもうこの修羅場を見ていられなくて同じ立場である雄平や義両親とアイコンタクトをした。ユーナ、俺がどれだけユーナのことを考えて仕事をしていたと思う。確かに忙しくてあまり相手にしてやれなかったのは悪かった。この通り謝るよ。でもさ、俺に内緒で男と会いに行くのは反則じゃないか。俺に不満があるなら直接言ってほしかった。今大きな案件を抱えてて、それが成功したらどこかに旅行でも行こうかって計画を立ててたんだよ。でも君はそんな俺の気持ちも踏みにじったんだ。それなのに自分の罪を認めないのは大人として見損なったよ。雄平が淡々とした口調で優奈をなじる。しかしどれも正論すぎて優奈はうっと言葉を詰まらせた。きっと弁護士の仕事でもこんな風に理路整然と意見を述べているのだろう。ちょっと喋っただけでも彼が優秀な弁護士だということが思い知らされた。私に口答えするなんて。優奈はわなわなと震えているが、実際自分がしたことがれっきとした浮気だという自覚があるからか、視線はあっちこっちへと泳ぎまくっていた。もういい、お前たちの言い訳を聞くのは散々だ。ケンジ、お前はもう病院を辞めてもらう。後継ぎの話も白紙に戻す。後を継ぐのは修二だ。義父がケンジを睨みつけ大声でそう言い放った。ケンジは浮気が発端でまさか職と次期委員長の肩書きを失うとは思ってもみなかったようで、口をあんぐり開けて立ちすくんだ。はあ、それどういう。わなわなと震え出すケンジが理由を聞こうと義父に食ってかかった。知ってるんだぞ、お前が年寄りの患者たちに必要以上の相談を持ちかけて相談料として不当に高い費用を請求しているってな。しかも診察中にお金を騙し取っていたそうだな。全部昨日知ったことだ。義父の口から積み出された事実に私を含めその場にいた全員が度肝を抜かれた。おかしいと思っていた。ケンジの診療がお年寄りの方が相手の時だけ異常に長くなっていたのはこういう理由だったのか。いかにもケンジが考えつきそうなことだ。なんでそれを。ケンジは罪を否定することもなく、ただ後継ぎを解消されたことへの怒りでいっぱいになっているように見えた。看護師が気づいてくれたんだ。お前がバカにしていた看護師がな。彼女たちは医者の動きをよく見ているよ。おかげで俺も忙しくて気づかなかった重大な事実に気づくことができたんだから。義父が私の方を見て優しく微笑む。ああそうか、義父は私のことを守ってくれているんだ。私がケンジからバカにされているのを見て腹を立ててくれていたんだ。そうとわかると涙がこみ上げてきた。そういうわけだからお前とはもう縁を切る。
二度とうちの敷居をまたぐな。サキさんや修二に迷惑をかけたら許さないからな。分かったらとっとと出て行け。義父の雄たけびがテレビで見る戦国時代の武将よりも大きく轟き、私たちは全員震え上がった。その怒声に一番びっくりしていたのはもちろんケンジだ。ケンジは悲鳴を上げてその場から逃げていく。取り残されたユーナは気まずそうな顔をしていたが、ユーナの両親がユーナを叱り始めたので私も幽閉も胸のすく思いがした。ごめんなさい。ユーナが私や幽閉に謝ったが、もはや私たちの留飲が下がることもなく、ユーナのことを冷めた気持ちで見つめていた。結局その日はユーナが両親からこってり絞られた後、重たい空気のまま私たちは解散したのだった。あれから私と幽閉はそれぞれの相手と別れ、ケンジとユーナは再婚をした。ケンジが跡継ぎの地位を失い、ユーナは極貧生活を強いられることになった。ケンジはもちろん他の病院へと就職を試みたが、ケンジがうちの病院で行った悪行は他の病院界隈でも知れ渡っており、再就職先は見つからなかった。今さら医者以外の仕事に就くというのはプライドが許さないそうで、ケンジはなかなか就職活動に踏み切れないという。ユーナは育児中なので働きに出ることもできず、お金を稼いでこない夫に対し怒りが止まらないのか、二人は喧嘩が絶えないと聞いた。そのうち離婚するのではないかと思っている。後で聞いた話だが、ケンジは父親から結婚をそそのかされて仕方なく私と結婚をしたのだとか。突然私に冷たく当たるようになったのは、私の方から別れを切り出させようと画策していたからだという。その話を聞いて怒りで震えていた私は、ケンジが今地獄に落ちている様子を知っていい気味だと思わざるを得ない。私も幽閉も二人から慰謝料をもらっているので、借金まみれになった夫婦はこの先どうやって生活をするつもりなのだろうか。ユーナは次期委員長であるはずのケンジと結婚をして豊かな生活を夢見ていたに違いない。だがその夢が叶わずに今頃絶望している姿が目に浮かんだ。でも同情はしない。幽閉と仲良くやっていればその方がよっぽど幸せな暮らしができたのに。ケンジを選んだのはユーナの選択だ。これから大いに苦しめばいいと思っている。一方私は今も看護師として元義父の病院で働いている。院長はケンジの弟の修二に交代し、病院には活気が戻ってきた。ケンジが犯した罪により一時患者からの信用を失いかけたものの、ケンジが騙し取った費用を返金し、元義父や修二がその後のケアもしっかりと行ってくれたため、患者から再び信用を取り戻すことができたのだ。ケンジをクビにしたというのもいい判断となったようだ。プライベートの方ではなんと幽閉と親しくさせてもらっている。同じ傷を負った者同士ということで私たちは意気投合していた。幽閉はあの後も弁護士として仕事を全うしており、彼に依頼するお客が絶えないそうだ。毎日とても忙しそうだが、仕事に精を出す彼を見ているとこちらまで頑張ろうという気持ちになる。これも何かのご縁ということで、幽閉との将来を真面目に考えてもいいかなと思っている。
ともあれ、人生は何が起こるかわからない。仕事も恋も、目の前のことに一生懸命に、楽しんで生きていこうと思う。